いや僕結構です僕は日本一のお呑み屋になります、うん、で次の日の朝帰るのに阪急電車の中でね泣いた、うん、もしたら、ね <laughs> ね、目から鱗ですわその、はい、目から鱗ろこゴソゴソ落ちてね、うん、あこういうののの乗り方があるのかであれが僕の基礎になったね当時の僕にはもう目から鱗どころのサイだからセラピスト入門に書いてあるケースで僕は20代後半から行って31までのケースだね そんな風なものの見方したらおもろいでってことを伝えたいだけであってまあ、これをぶっちゃけ言うとあのそんなもん3人を意識してやってるわけでは全くなくてあそ全くなくて僕のモデルは単に藤山幹部ですそれぞれの人がもう身につけた何かがあるはずやから絶対にあるはずやからそこで勝負していく違うものを見てなりたい言うともかんがな そうですね,ですね <laughs>、うん。やっぱり自分の特性を、やっぱり早く知って、あ、私ってこんなやなと。で、それを否定的に見るんじゃなくて、ね、これ絶対武器になるから。み <music> さん、こんにちは。東です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願い,いします。たくさん来られてますね。本当です。びっくりやな、なんか。 したことあるかももあるし <laughs>、嬉しいですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。えっと今回ね。あのテーマはブリーフセラピーえー、家族療法の面白さなんですが、あのまあ、世の中でね。あの東豊川先生の本の帯をつくときなんでね。あの東先生はすご,すごい。それを嫌がっているというのを僕知ってるんですけど、まあ、天才的な家族療法かとかね。つくわけじゃないですかね。で、あの東先生のセラピーをあの本で読むと。 な,なんでこんなことできるのかなって思って、すごいけど分かんないなってね、思って、天才って言葉で片づけちゃうことってあると思うんですよね。で、えっと、まあ、吉川悟先生なんかは、あんな本読んだら俺にもできるって思って勘違いするやつがおるから、あんな、悪書やみたいな感じでね、あの言ったりとかあのするんですけど、でも、ここに来てる方は、すごいって思うけど、うん、すごい、天才的やと思うけど、でも、その言葉だけではあの片づけたくない。 なんとか東先生がね、天才っていうのって一つの,あの見方でもう本当思考停止じゃないですかね。このセミナー終わった後に東先生は、天才なんじゃないと。天才じゃなくて、こう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 いう理由があるからなんかうまくいってるんだ。まあちょっと真似できないかもしれないけどね、ぐらいに、ちょっとそのフレームを脱構築があのできればいいななんていうふうにね、あの思っています。はい。 えっと、そんなわけでね、吉豊先生、あの、本日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。で、<laughs> 天才って、このオープニングトークをこんな風にしたいんですけどって言ったら、吉先生、すごい嫌。あそれ、一番嫌いや、嫌。めっちゃ言われてて、ああ、そう、そうだった、すみませんみたいな感じだったんですけど。やっぱ、よ、よく言われますか、それ。うん、いや、よく言われたりするわけじゃないんですけど。えー、例えばね、本屋の出版社なんかが。 帯に、帯にそういう文句をつけたりとか、うん、本の宣伝でそういうことしたかんねん。あの、特に当民処方の山の内が、<laughs> 要はやりたかんねん。もうそれを勘弁してくれっつっていつも言うんやけどね。はい。もう、あれ、カラマンはほんまに恥ずかしくて。やっぱりあのー、うん う売れそうな感じのね、あの空気感をね、うん、作ろうとするってことですよね。もうすごいんだぞって言った方がね、あの売れるからね。そうそう、うんうん。多分そういうことやと思うんですけどね。なんかもう、ちょっとね、うん、どうかなと思うね。うん、もうそんな僕もですね、やっぱりあの最初、東先生の本、システムズアプローチ入門でしたっけ、あの、セラピスト入門、うん、はい、を読んだ時に、 なん,かすなんかすげえぞと思ってこの人すげえぞと思って、うん、すごいけど分かんないと思って分かんないけど、うん、あのちょっとこれはな勝手に取り入れたろうと思ってねあのあのやって七点抜刀してここまで来た感じなので、ねうん、やっぱあの天才的っていうところからなかなかね実際お会いして話すまで先に進めなかったところがあるんで、ねうん、まあちょっとでもねそこはあの皆さん近く感じていただけたらないいななんていうふうにね。 ってます大体いいね喋ってくれたらみんな,なああいつはアホやな」言うて分かってくれはる、はいうん、はい、で。あのー、まあ今日はね先生の、ね、ちょっと、あのーまあ、P 循環に至る手前のねもう家族療法とかねシステムズアプローチ あの初めてガンガンやってる頃のね、あの東先生がどんな風にあに成長してきたかみたいなね、ちょっと話が聞けたらいいななんていうふうにね、あの、これ、質問でね、お便りでいただいた中にもあったんですけど、まあ、そもそも先生がどうやってこの心理療法家へのね、道をあの歩み出したのかとかね、そんなこともね、ちょっと聞いてみたいなと思うんですが、僕、う,うどん屋さんをやってたって話だけは聞いたんですよ。うん、うん う,うどん屋さんをやっていて、うん、ある日あの、家族療法家になるぞというね、こう、ひらめきを得たみたいな、ね、そんな話ではなかったでしたっけなかったです。はい。<laughs> <laughs> あのね、あの、いや、そんな、こんな話すんのそのいきさつち。ちょっとだけ、ちょっとだけ。じゃあ、簡単にな、ねはいうん。いや、大体僕、そもそもあの、カウンセリングとか全然興味なかった。はい、だって、はい、学生時代なんて動物実験を取ったの、ラットの。 ネズミのね学習心理学をやっとったからその臨床なんてもう全く勉強もしてないし本も読んでないしあのフロイド・ユングなんて一冊も読んでないしロジャースも知らんかったしい当然河早隼先生みたいな名前も一つも知らんかったし、えー、全く興味なかったんですよ。でまあ大学出てすぐに、ね、あの某,某会社に勤めて、はい、東京に4ヶ月おったんですよ。はいでもうあのいやいや思って帰ってきてて帰き に帰ってきて、もう見つけてやめよう思って帰ってきて、帰ってきて、おとさ雇っったんですわ、バイト。 うん、そしたら、そこにね、僕の大学の指導教員の、あ指導、指導してくださった今田博士先生中の人から電話かかってきて、はい、東君、今何してんねんって言って、いや、私、おどん屋やってますねんって、あ、ほか、て、お前も心理学勉強してないから、ちょっと心理学で何かやってみたらどうやと。いや、僕、結構です。僕は日本一のおどん屋になりますあの <laughs>。頑張りますって言うて、そしたら今田先生がさ、 君、今いくらものでんねんって、時給400円です。あ、そうか。僕がちょっと今から紹介しよう思ってるところ、月に15万ほどでんねんけど、でやろうとか言われて、<laughs> よろしくお願いしますとか言ってさ、もう2つ返事で受けたから。ほ、うんで行ったのが神戸市の児童相談所。はい、まあ今はちょっと場所変わったけど、昔はね、あの違う場所だったんやけど、神戸市の児童相談所いうところに半年間バイトしとったのよ。はい、でそれが初めての臨床の触れ,触れた場面ね。 ね、何するのかな思ったらなんか、うん、子供らと相撲を取って毎日ね相撲を取ってたり、まあ、そのうちなんかあの <laughs>、えー、ほらウィスクとかね、えー、田中美音かあんなんちょっと教えてあもう今は全然できませんけどあの教えてもらってできるようになったりとかね、えー、やってましたわああほんであっという間に半年が過ぎてどうしようかいなーつってね <laughs> え言うてるところにまあ縁があって、えー、まあ高橋昇先生っいう人がいらっしゃった高橋クリニック中いうところにえ勤めることになったんですよ。はい、でそれなんでか言うとね僕は一応学習理論をやっとったでしょ学習理論をやっとったから一応ほら高度療法が、はい、あの学習理論の応用としてあるじゃないですか、はい、だからあのそのちょうど高橋先生が高度療法できる人間を探してあったんですよ。はい ほんで、それをまた、あの、今田博士先生が、あの、知って、東、お前ちょっと、学習理論知ってねえから、行動療法ぐらいできるやろ、行ってこい、言われて、ああ、とか言ってさ、でも、今は亡くなられた久野義弘先生という方に、もう、一夜漬けで行動療法を教えてもらって、これで、高橋先生のところ、高橋クリニックに入ったのが、昭和54年ですわ。うん。 先生そこまでのとこでもず随分い,いろいろ面白いんですけどもうこれだけで本一冊書けんで <laughs>、うん、もうそれぐらい面白いことがいろいろあった学科は心理学科だったんですねあ僕が言った学科は心理学科動物実験以外なんか部活とかなんかやったりとかして部,部活やったりバイトやったりとかなんかそんな生活だったんですかねあんまり。 あ,あそうそう,そうあだから授業なんてあの受けてへんやん普通あの 1>,、うん、1年2年生の時なんて学校行った記憶ないもんね、うん、で3回生ぐらいからやっとこう、まあ、専門の授業はねちょっと行くようになったけど、まあ、そんな時代ですわ<ー>、うん、でうどん屋のうどんの日本一を目指しますっていう話もあ,あのなんか本当にそんぐらいの気持ちでやられてたんですか,なんかそううやどんか東京から仕事なくなって帰ってくるやん はい、で、帰ってきてね、で、どうしようかな、思って、で、つれと会うやん。はい。あの、学生時代のな。そうしたら、はいはい、学生時代のつれやっぱりみんな頑張っとんねああ<ー>、うん僕ね、めったに、あの、悔しいな、悔しい涙っていうのはめったに流さんタイプやけど、はいっぺんだけ泣いたのがね、あの、はい、僕の友達で新聞記者になったやつかもね。はあ<ー>、うん。で、そいつの家、友達だったから遊びに行って。 あのプータルをしてるときに、そしたら、見てくれ、俺の新聞記事が新聞になってん、言うて、な、見せてくれたりするわけよ。で、えー、すごいな、とか言ってで、その日はまあ酒飲んで泊まらせてもろって、はいえー、次の日の朝、帰るのに、阪急電車の中でね、泣いた。泣いた <laughs> 阪急電車のことはありやん、バーンばーん閉まりやそこに期待つけながら泣いた。はい、ああ、23度<え>僕や。な、うん、そんな時代があったわ。 もう今思うと恥ずかしいけどね。あでもあの時はね、悔しかったんやろな。なんか自分がもうこのまま、うん、なんかね、奈落の底に進んでいくっていう感じ。うん、なんか自分だけがものすごく取り残されてるっていう感じ。その感じがね、あの時あったような気がするな。はあ。うん。まあこんな偉なそうに言うことじゃないけどね。自分の個人的な体験やからね。自慢めいて喋ることはないねんけど。なんか軽やかに、そのなんかあの、見切りをつけてね、仕,仕事辞めて、うん、で今度は誰やーみたいな感じね。 行ったのかなみたいなあの雰囲気を感じてたんでうんいや辞めた時はそうやね辞めた時はあほ、うん、らこんな仕事やってるからって言ってね,、うん、てねで辞めてんけどあのー、でもやっぱり実際問題現実はあるやんうん、うん、ああさらそのつけたやったねうんでその後うどん屋さんを始めたんですかでうんあのねあのー、実際いろんなあの就職活動もしてはいうんあのー 一般企業で、不審人なんか一つも考えてないから、うん、<laughs> 一般企業行ったんやけどね、僕はあかんねんな、んで、全部落ちんねん。はあ、どこ行っても落ちんねん。ほんで、どこ行っても落ちますわ、言うて、ある人に相談したらな、はい、お前当たり前や、言うて、はい、そんな挑発で目指す言て受かるわけないやろ、言われて、はあ、<あ>の <laughs> ものすごい挑発で。<laughs> めちゃめちゃ見てみたいです <laughs> ほんでね、もうアウトやって、その段階で。 あなるほど,るほどだからもう一つも受からへんかった。でも今思うとな、もしあれ受かってたら、<laughs> はい、どうなってるやろうなと思うわけよ。そうですやね,<の>ねん、そうやねん、少なくともそうやねんないまだ。なそや、うん、からね、やっぱり、あんその時あかんかったな、島だな、えらい目に遭うてるな、不幸やなとあの、その時きなんか思ったけど、うん、まあ結果、おらやね。だから時間軸が変わると、ね、<laughs> 違った不思議で、ねうん、そうそう。うん だからね、まあ今どんな辛いことがあっても嫌なことがあってもね、まあ何とか何年中のがなんかどっかにあるね、僕の中にね。うん。で先生、あの行動療法をまあ一朝付けじゃないけどあの、はい、秘密特訓で身につけて。うん、そうそう。で、昭和は54年。そうです。スタート。スタート。40年前ですか。そうですね、もう40年なのね。40年ぐらい経つ。うん、うん。うん。 そ、その後は、じゃあ、行動療法で、こう、ガシガシやる。 ただから最初、行動療法をちょっとやって、特に、まあ、いわゆるあのご存知の方、多いかもしれないけど、系統的脱炭素法とか好きやったからね。ね<ー>で、アンナやってて、あの実訓練法とか得意やって、そのうち催眠が大好きになってね、あの高橋先生から教えてもらって、まあ、催眠やりまくってたわ。えー、もうな何百人催眠かけたかわからなくなってたわ。研究もやってたからね、催眠のね。で、それもあって、まあ、手当たり次第に催眠やったりしてる時期があったりして。 おも、はいうん、面白かったんやけど、まあでもね、あの何が一番やっぱりあれやったかってって、その高い先生は、催眠とか、コート療法の先生でもあったけど、やっぱりあのミルト・エリクソンの本の翻訳、はい、J ・ヘリーね、はい、J ・ヘリーの本の翻訳者でもあったわけよ、当時、心理療法の秘訣っていうタイトルで、えー、今は心理、何だっけ、えー、戦略的心理療法か。はい。 黎、うん、明書房から出てますけどねあのその本の翻訳者でもあったわけよ。で僕があの就,活あの就職の面接に行ったその日に「はいじゃあこれ来るまでに読んどいて」言うてくださった。 それをあの神戸の児童相談所でまたバイトを続けながら暇やから読んどって。な暇,暇やから読ん,、うん、んどって。そ <laughs> したらね, <laughs> ね、目から鱗ですわ、その本が。はい、目から鱗ごそごそ落ちてね。はい、あこういう飲のみのの方があんのかと思ってびっくりして。で、あれが僕の基礎になったね、ベースになったね。今は若干批判的やで。今は若干本人は批判的やけど、当時の僕にはもう。 目から鱗どころの騒ぎや、ね、あれが、あれ、あの本で全てが決まったね、うんうん、スタートラインとしては。だから、あのあとは、行動療法というふりしながらね、はい、高橋クリニックに行動療法というふりしながら、あのパラドックス使ってみたりとかね、子<い>、うん。あの,子供の場合はちょっと家族集めて、家族ぐるみでパラドックスかやってみたりね、あのほら、僕の。 セラピスト入門の中にあるや、あのニ、ー、ョのケースとかさはい、はい、あ,あらまさにその時のやつや催眠療法やってて野尿がちょっともなってきたけど、はい、どうしようもないからよし家族集めてやったらいいって家族ぐるみでパラドックスかけて解決したやつとかさ、はい、どんなパラドックスでしたっけ いやだから、ヤニオが起きてからね、あのあのお母さんがもともとものすごくあの家族関係で悩んではってん、特に嫁、姑、はい、関係で、はい、お父ちゃんがなんもしてくれへんねん、はいで、それでお母さんが毎日泣いてはってん。 はい、ところが、子供がやめになかったから、お母さん、子供のヤニオの治療で忙しになって、暑く続けていくのに、もう泣いてる場合はなくなって、そやからお母さんの涙を君が肩代わりして、おしっこに変えたみたいな、しょうもない話でさ、そういう形で、だから君はこのヤニオはお母さんを助けてねって。先生、それをお父さんも読んでな、お父さんも一回だけ来てくれ、って、ばーっと構まてたら、なんとその面接で、お父さんが泣きあんねんうわって。それからガラっとかって。 先生やばいですよ。何がい<の>いな。脱、天才の脱構築するはずが。うん、なんか先生2十四、五歳のバイトの時に、そんなことやってたんです。あ、バイトやん、ね、その時はもう高橋君に言ってるから。あ、そうそうそう。いや、うん、でも、その時点で、そんなことやってたんですね。あの。そう、そうや。<laughs> だから、あのケースは、僕は25、6の時のケース。や。<laughs> で、あの、あと、おじいさんが、ほら、あの、かゆい、かゆいのおじいちゃんいたやろ。 あ,あれも25、五6や。<laughs> だから、スラピスト入門に書いてあるケースで僕は20代後半から1三31までのケースやね。すごい2、3かなすごいことです未いまだにだから僕、でもそれ読んで、真似しようとしてるわけですからね。今のもう,もう40代の僕がね、20代のね、先生のね。 <laughs> あでも今、それをね僕は勧めてるわけでは全然ないです。いやあの本、だってスラピストの入門だって、こんなふうなものの見方したらおもろいでということを伝えたいだけであって、うんはい、こういうやり方をしなさいと、あのこういう技法を使いなさいという本やないんやねあのもあの。なんていうか考え方をこうちょっと普及したかったというだけのことやから。いのフレームですよねそそそそう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 うん、うん 僕さっきあの先生が催眠やりまくってたっていうね、うん、あの話を聞いたんですけど僕先生があの介入に入るとかね、うん、あの一発勝負に行く、うん、ちょうど昨日あの事前勉強会で3人娘のおばあちゃんとこおばあちゃんとかお母さんが、うん、あのうちのう息子がすごい痛さばっかして困ると病院に連ていくんだ,んだ、うん、いケースでどんなにこの子悪いかっていうね、うん、話をしるときに。うん あの先生はパッとその子の横に行って「あの君はなかなか強いな」ってって「うん、あんな3人弱い弱いな」弱いんじゃないのか」って「いや減ってるだよ」みたいな話する瞬間とか、うん、ああいう時先生ってなんかちょっとまあまあ勝負手といえば勝負手じゃないですか一発目がねポンとこう。うんうん、でああいうのを入れる前に必ずその先生に注意が集まったりとか、うん、なんていうんですかねか緩急みたいな。うんうん ものがあったり、あっと笑ったりとかね。うん、それって僕、あの、催眠でやってるんじゃないかなって思ってたんですよね。なんていう<や>か。いは、それはね、うん、あの、そうなるかもしれないけど。うん、まあ、これをぶっちゃけ言うと、あの、そんなもん催眠を意識してやってるわけでは全くなくて。あ、そうなの。全くなくて、<い>僕のモデルは単に藤山完備です。<laughs> 藤山。はい、藤山完備が僕のモデルなんですよ。あの、松竹新喜劇ってあるやろ。 知ってる松竹新喜劇に藤山寛美さんちゅうてな、もう亡くなられたけど名人がおるんですよ。泣くは笑うその人のつけてる緩急とかグッと引いてポソッと何か出してドッと笑いが出てくるとかちょっと引いてる一言でぶわっと泣くとかその緩急のつけ方っていうのは僕は子供の頃から好きやって。 だからまあはっきり言うと、あの僕はそれはね、たぶん、いちいち藤山甘味やったらどうするかなとか、考えてないよ考えてないけど、多分どっかで真似してると思うわ。リ,リズムが体に入っちゃうぐらい入,っ入ってる、入ってる、だからどっかで真似してると思う、だからそんな <laughs> あのそれをある人が見てあ、あれはなんか催眠風ですねとか言う,人言うとくれる人いたけど、それは僕はあの催眠から入ってるわけじゃないんですよ。 もともと持ってる自分のリズムですわ。で、そのベースは、今言ったように藤山完備。小さい頃からそればっかり見ったからね、テレビで、勉強せんと、うん、オリンピックで空手の型を見てて、女子のね、うん、あの日本人の銀メダルの先生すごかったんですよね、もう緩急だったりとか、うん、表情で、ぱっとその、ぱって速い技、ぱぱってやった後に、すーっと呼吸を下ろしてって、緩んでいった後に、ドーンって出るみたいな、あそうそう東先生は、空手からかなみたいな。 いやそうかだからでもいろんな芸能だったりとかいろんなもののリズムだったりとか藤山さんはやっぱり人が見てるもの気持ちの集中をやっぱでもコントロールすればコントロールするじゃないですか緊張させてからさせてね。 あのもう没入し,たしとったっていうですね。没入しとったですね。うん、多分それぐらい好きやったんですわ。あとまあ、それはもちろん他の漫才とかね、吉本新劇であったとしてもやで、ねはいうん、そういうものも含めて、落語とかも大体、ま、好きやったから。はあ<ー>、うん。やっぱりそういうのはやっぱり、どっかでこう、うん、自分の身についてたんやろうなとは思いますね。ああ、松竹新劇、ちょっと分かったかもしれない。あの 吉本と松竹とはんね。大阪でね。じゃあ吉本新喜劇だけじゃなくて。僕吉本も好きやねいややないけど。あのう、松竹新喜劇のほうは、んと好きやって。えー、藤山さんがいらっしゃったのは、松竹のほう。そう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 。今、あの娘さんの藤山直美さんという人がおるやろ。うん、はい。ああ、そうなんですね。うん。うん、はあ。だ なるほど、あ、そうです。なん、なの話、あ、そう、僕は催眠の話をしたんです。催眠じゃないよっていう話ですね。うん、そうそう、だから、うん、催眠は好きでやっとったけど。あの催眠から何かを学んだというよりも、うん、はっきり言うと、はっきり言うと、ね、これちょっと、ちょっと偉そうなこと言うね。い高橋先生がびっくりしたもん。<laughs> あの、あるケースちょっと入れといたから、乗り、はい、物用のケース入れといたから、ちょっと明日は催眠やってっつって。 なそれまで催眠なんてつつも教えてもらってないねんで、で、こっち本、あれこれ催眠の本やからこれ読んで、明日の朝、その子に催眠かけて治療しときとか言ってさ。これやって、読んでみたらね、訳の変わらぬのと書いてあるん、ね、で、いっぱい。ま、とりあえず、まあ、塗り物やからこんな感じだったらいいかなと思って、はい、一応流れだけ見てで、次の日やったらさ、きれいに入って、きれいに一発になって。<laughs> なでそれを見て高橋先生びっくりしちゃってでそれはなはっきり言うとあの、まあ、こんなん言うたらないけどその、はい、催眠をかけるテンポとか間合いとか <laughs> 緩急とかやっぱりね一緒やったんそその僕の身につけた笑いのンビさんのテンポとかとね、はい、やっぱりずーっと弾いてそういうなんか似てるところあったんやと思うわ <laughs>、はい、それであの高橋先生びっくりしちゃってね 俺からもう催眠バンバン回してきはるようになってんけど、<laughs> 要するに催眠から何かを学,あの学んで勉強して催眠できるようになったんじゃなくて、もともとが催眠体質じゃったやろな。その藤山神美さんから <laughs> <laughs> 学んで。<laughs> <laughs> <laughs> 多分んそんなことじゃないから思うね、うん。だからセラピーもそうよ。 あのー、催眠だけじゃなくて、いわゆる普通の会話をしていくセラピーだってね、やっぱりどっかで、うん、そういう昔から身につけたその和法というか、ねうん、そういうものがどっかで染み出てきてるんやと思うわ。えー、あの僕、吉川よ美先生っていうね、動作療法の先生と話してるとね、うん、この人ずっとトランスにあの入れるみたいなトークでずっと喋っとるわみたいな感じがしてて。そそうそうあの人してね そうそう、そうそうとか言ってね、<laughs> 何,も何言をてもそうそう言うてくれはんね、うん、気持ちいいね、あの人。なんかね、だからなんかやっぱこう、あのー、心理療法、トークセッションでもなんでもね、上手い人っていうのは、な,なんかその人なりのこうなんか体に身についちゃって、なんかがあるんですかね。 だから、あのー、僕は前、こんな話してるけどね、あの、これ勘違いしてほしくないのは、みんなこれから、あの、藤山神のビデオ見や、とか、そんな話ちゃうねんで、うん、そんな話じゃなくて、それぞれの人がもう身につけた何かがあるはずやから、絶対にあるはずやから、そこで勝負していくわけよ。それ,それを、それを大事にしないで、えー、人を見て、例えば、東豊を見て、あんな風になりたい、えー、え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 、 やっぱり自分の特性をやっぱり早く知って、ああ、私ってこんなんやなと。で、それを否定的に見るんじゃなくてね、これ絶対武器になるから。はい、だから、それを大事にしながら、そこを伸ばしてきゃいけいいわけや。であの、スーパービジョンのコツってそこやからね、一番簡単に言えば。その人の特性、のこの学うちの学生でもねうん、まあ、こいつ何持っとるかなー思って探すね。そこで伸ばしてやるとね、やっぱりうまいこと伸びよるけど、なんか違う方を押し付けると。 うん、やっぱりね、こっちは満足すんねんね。<laughs> <laughs> 自分の方をしてくれ <laughs> て、うわ満足すんねんけど、あのやっぱりね、学生もね、さ気づくでて、ああ、すごいですねとかって言うてくれるけど、一 <laughs> つも伸びひから <laughs> んがな。関係のフレームがね、もうできちゃってね、もうそ,うそうそうそう。そうだからね、やっぱりその学生の型を見つけるっていうのは大事な、もう。これは誰でもそう、学生だけじゃない。 うん、でやっぱり伸びる人と伸びない人の違いというのは、やっぱり早くその肩に目覚めるっていうかな、気がつくというか、うん、それがあるのに、自分の中にあるのに、どっか他にあるんじゃないかと思って探し求める人、これはなかなか大変やね、うん。早く中にあることに気がつけと、自分がももうすでに持っていることに早く気がつかせる、うん、ここがもう勝負やな、ね、若い人指導するときの。でもね、学生さん、結構ね、なんか自分に自信がないから。うん 一生懸命東先生教えてくださいみたいな感じになってきて、でお前の中にある言うたらね、いや,ねいや、ないんですかみたいなああ。言うた、まあ、あかんよ、ね、お前の中にあるなんて言言わない <laughs> 言わない。言わない言わない。けど、それがだんだんとこうね、あのだんだんこっちがボケたり、あほうかまえたりしながら、だんだんと、あ、なんや、自分のやり方でええんやっちゅうことで、どっかで気がついてくれたら、そこまで行くと、その次のステージに行けるわけよ。 うんうん、自分の型でいいんやと分かると、その型で勝負する中でもやっぱりいろんな、えー、こういう場面はこう乗り切れみたいなのがあるやんか。面接の中でな。やっぱりそれは教えたら入っていくわけ。で、マスターしていってくれるわけよ。うんうん、ただ自分の型でなくて、人の型でやってるときは、うん、もういちいち、いちから押えないかみたいな、な,なんちゅうたらいいんやろな。土台がないから、なんか積んでも積んでもまた崩れるみたいな感じがあるんだ。 だからもう自分の方ができたらあとは一つずつこういう時はこう考えてやってみみたいなこともアドバイスもできるし <laughs> まあアドバイスしなくても自分でどんどん見つけていけるし、うん、<laughs> そういうことが起きてくるわけよそ,それあの <laughs> 学生だけじゃなくて僕らもそうかもしれないですけどな先生に対してねちょっと権威、うん、だと思ってね、うん、あの感じで先生に学びたいですみたいなことになっちゃうと、うん その人の中のものを見つけれないから先生はわざとあの、うん、滑ったり転んだりとか、うん、でちょっと一回その外して、うん、でなおもろいおっちゃなって思った方が、うん、その人が伸びるっていう。ままあああそういうい面あるよね さっきほらあの天才天才とか言われてな、いっぺんお手てもらったらどんだけあほかいうの分かってもらえるって話したけど、それもい大事なことでね、あのいろんな学生がやるけど、わーわわしゃべってると、あのあのおもろいおっさんやなぐらいしか思ってへんて、う,ん、<laughs> うちの学生な、ね、そのほうがええね、気楽につきあえて。幸せですね、そのほうが。 うん、でその方が変に構えわらへんし、なんかこのおじさんはすごいから、そこから何か学ぼうみたいなことが、まある意味、ちょっとでも抜けてくれた方がいいわけ。うん,うん。面白いよ、この辺のね、ある種パラドックスやね。うんうん、面白いんですわ、うん、でもあの、多くの人はね、その逆,逆をいこうとしますよねあの。僕の教えることが正しいから、この通りやればいいんだっけね。うん、ああ、そういう人いるかもしれんね、いるかもしれん。うん だけど、そうじゃない状態を自分の中に、まあ、どうやって作っていくのかっていうことがね、その先生の言うあのフレームを見るみたいなことでね、あの、つながると思うんですけど、だから先生としては、先生が先生だ、すごいって思われて、従うみたいな関係は先生にとって面白くないってことですよ、ちっとも。何もおもろくないっていう。うん、もうさもう面白いも,なもうどち 困るな。困る困る。<laughs> 困る。それどうしてぶち壊したのかっていうのがまず楽しみでもあるな。だから、そうなるのが嫌だって言ってるわけじゃないんですよ。はいはい、そのスタートが多いもん。うん正直言うと。だからそれを、それがある種、まあ治療システムじゃないけど、僕と、はい、まあ例えば、まあ、患者さんじゃないけど、あの学生との間で起きるね、ある種の役割構造があるじゃん。最初に、うん。それをひっくり返すのがまず第一段階だよ。

これ言うともう言う,うこといかんとすごい抵抗がいわゆる抵抗が強いと感じたらあ戦略派高速洗濯機とかね魔法陣ぐるぐるだ,だからトトリ時代もそうやけどさっき言った通り巨大時代もそうやけどやっぱり基本的にあんまり自分が表に出ていくということはしない自分が全部仕切るというよりはやっぱりこう記者<っ>との共同 ってゅうかな共同やな本当にそこはものすごく重視したいねんけ別にもう聞いてないよこの人自分喋りすぎてもなう疲れてって今ちょっと急激やなもてていい循環とか言ってるじゃないですか <laughs>、うん、やっぱりその走りはここにあるね、うん、家族に会うっていうのはセレピスト側の都合とか事情じゃなくてあなたの役に立つのが <laughs> まずそこやねこれ最大のコツって何か言ったら うん、うん、もうぶっちゃけ言うといやこれも綺麗、はい、ことはなしにやね、はい、最大のコツってぶっちゃけたことなんか言うたら僕は全然この子の病理にこだわってないことで、ね、<ー>単に IP であるという現実が受け入れることができたときに本当にそのセラピストは変わるんですよ本気の IP 本気の IP です当たり前ですよ上手 <laughs> くいったケースはやっぱり最初から全然悪く見てないよね <laughs> うん、うん、それこの差はね歴戦としてあね、はい、常に自分との戦いないのセラピスト そこで崩れた時はもう負けてるんだよ<う>だよから、まあ、オーバーオール着てる男なんですかとか言って技法の話をしねてね一ちとね先生はほんとつまらなそうな話して顔してたなと思ってそやろ人種のまだだって言われたことってとにかく仲良くなって「おいで」ってしか言われんかったがするああこれが僕の,あの臨床経験40年の結論やね、うん技術じゃないと。<laughs>